おはようございます。おはようございます。まゆちゃん、おはようございます。アレリア、14日ですか。はい、白龍さん、アンディビさん、おはようございます。モークさん、おはようございます。今日はですね、寒い、少し寒いですよ。皆さん見てください。ちょっとコート着ておりますね。まだ早いかなと思ったんですけど、着てきて正解です。かなり寒いです。特にオートバイ乗りますからね、かなり寒いんです。スミソニアンさん俺は地上でもお金がない牧師が、元気そうでよかった。ありがとうございます。なごみさん、ハレリア、リボンさん、マグダーレーナさん、主の平和。皆さん、この主の平和というのはですね、カトリックではシャロームという意味なんですね。シャロームを日本語で主の平和と言います。はい、今日は曇ってますね。少し、寒いですが、曇ってます。まあ、もう片付けたかどうかわかりませんが、台風の跡がないんですよね。この間の台風の時は結構ですね、木が落ちてましたよね。木とか葉っぱが落ちてたんですけど、今回で全然葉っぱが落ちてない。もう誰かが掃除したかどうかちょっとわかりませんが、びっくりです。ほとんど台風の爪痕がほとんどないんですよね。マグダーレーナさん、カトリックにもカリスマ派いますよ、アメン。アイポンさん、おはようございます。台風の爪痕がないんですね。本当に不思議です。ユウさん、おはようございます。昨日の礼拝いかがだったでしょうか。昨日はですね、天国志向というタイトルで、礼拝をしました。天国志向というのは、天国を目指しましょうということですね。天国を目指しましょうということです。で、以前ですね、天国シリーズというので、天国について、放送してました。しばらくね。で、またしばらく天国についてあまり放送してなかったんですが、今ですね、ヘブンリビーリングだったかな、今ちょっと本を読んでまして、キャットカーというですね、アメリカ人の女性の、本を読んでます。で、その人はですね、何回も天国行った人なんですね。何回も天国行った人で、その人の本を読んで、しばらくですね、天国の話をしたいなと思っておりますが、今日はですね、まず第一弾として、天国にお金がない、前にもちょっとそんな話をしましたが、天国にお金がないという話ですね。さくらさん、日村さん、浩二さん、おはようございます。以前ですね、ある、子供たちが天国に行ったっていう話がありましたけど、その子供たちの話にもそういうのがあって、天国にお金がない、なんかその代わりなんか宝石みたいなのがお金の代わりというような話もありました。でもキャットさんの話だとですね、キャットさんの話だと、やはり天国にお金がなくて、でお店はあるんですね。この地上と同じように、お店があるんです。ただお店があってもですね、お金がいらないんですね。じゃあどういうことかというと、無料なんですね。フリー、すごいと思いませんか皆さん。それお店行ってですね、お金払わなくてもですね、好きなものを無料でもらえるという、いやー、まさに天国ですよね。まさに天国ですね。
好きなものは何でも無料、欲しいものは無料だという、いやー本当に天国らしいと思いますが、マグダレーナさん、みんなで必要なものを分け合うからお金は必要ないんです。そうですね、そうですね。神の国とその義をまず求めなさい、すべてのものを与えられる、ハレルヤ、ハレルヤ。そうです、イエス様がですね、求めるものに与えなさいとか、借りようとするものに断ってはいけないとか、そういう教えがあるんです。で、私たちはと思うわけですね、この事情で、そんなことできるだろうか、与えたら自分はどうするんだとかですね、そういうふうに私たちはそのイエス様の言葉がチャレンジで、求めるものに与えるというのはかなり勇気がいるわけです。でも天国ではそういう世界だということですね。天国では無料、ね、自由に持ってきなさい、ね、欲しいものを自由に持ってきなさい、ですからイエス様はその御心が天で行われるように、地でも行われるようにと祈りなさいということです。つまり、天国がモデルなわけですね。天国がモデル、その天国と地球は似ている、とてもよく似ている。そして地球は天国をモデルにして作られたということですね。天国をモデルとして作られた。で、イエス様が、この地上に来たのは私たちを天国に招待するためでもあるわけですが、アハナさん、おはようございます、ハレルヤ。天国に招待するだけではなくて、そのこの地上に、ね、この地上に少しでもね、この天国を作ってほしいということです。つまりクリスチャンというのは将来天国に行く希望があります。将来天国に行く希望があります。それだけじゃなくて、この地上にいる間、この地上にいる間、その天国を作る必要があるんです。まあ、天国のようなあり方を示すと言ったらいいでしょうか。さくらさん、借金まみれの女性が配信してたんですが、そんな方でも天国に行きますか？もちろんですよ。誰でもイエス様を信じて、イエス様を信じて、聖霊を受けるなら、聖霊を受けて信仰で歩むならば、誰でも天国に行くことができます。ルルさん、おはようございます。マグダレーナさん、聖霊様や御使いたちが導いてくれます。ですから、イエス様がですね、与えなさい、そうすれば与えられるとか、求めるものには与えなさいとか、そういう教えを言われたというのがですね、その天国のあり方、天国のあり方を知ったならば、なるほどというふうに感じるわけですね。なるほど、天国のような、天国のようなあり方、天国のような考え方を実行しなさいということです。ですから、天国にお金がない、すべてが無料で欲しいものが、ね、与えられる、そういう世界があって、私たちは将来そういう世界に行くわけです。天国に行くわけです。ということはですね、私たちはこの地上でも、そのこの地上でも、その天国のようなあり方、天国のような神の愛で愛し合う、神の愛で愛し合うということをですね、訓練し、また実行する必要があるということです。皆さん考えてください。もし私たちはですね、多くの人はお金がないと生きていけない、お金がないと、ね、やっていけないというふうに多くの人は思っていると思います。クリスチャンでも思っているんです。でもイエス様、そうではない、そうではない、神様が与えてくれるんだ、天国ではね、神様がその必要を与えてくれるわけでしょ。何でも欲しいものが手に入るわけです。で、この地上でも私たちは聖霊様をもらうわけです。
聖霊様をもらうということは神の力が働くということです。ですから私たちは、天国のようなあり方を、実行できるんだということですね。天国のようなあり方を実行できるということです。ですから皆さん、イエス様の教えはまさに、根拠があるということです。電波が悪い、あ、レニーさん電波悪いですか。そうですか。ちょっと電波が悪い。今日はですね、体育の日で休みなので、もしかしたら電波を使う人が多くてですね、電波を使う人が多くて、それでまあちょっと電波が悪いのかもしれませんね。納豆さん、おはようございます。滝川さん、隣さん、おはようございます。それでですね、お金がないという、ね、お金がないというのはまあ、その天国にはお金がないということですが、天国にお金がないということはですね、まあ、なんて言ったらいいでしょうかね。この地上で多くの人が、お金がないために困っていますね。お金がなくて困っている人がたくさんいると思います。イエス様はね、その求めるものに与えなさい。私たちはそのお金というのは結局本来は、良いことのために使う、愛するためにお金を使うということはできるわけです。私たちは人を助けるときに、お金をあげて人を助ける、お金をあげて、ね、その人のために、助ける、その人に何か愛を示すという意味では、お金はですね、愛を示す道具、そして、お金はですね、正しいことに使う、神様のために使うということで、私たちはそういう使い方ですね、お金の使い方ができます。しかし多くの場合はお金をですね、お金を正しく使っていない、お金を正しく使ってない、その自分の欲のために使う、自分の欲のために使う、そしてそのまあ何でしょうかね、正しく使っていないということです。そこに神様のその何て言うんです、神様に対する、まあ、罪があるとも言えるでしょう。パチンコ屋さんにたくさんのお金をあげました。いやいや、それはギャンブルダメですよ、ギャンブルね。ギャンブルのためにお金を使うことは、それは御心ではないでしょう。ケーキさん、おはようございます。あいみさん、おはようございます。マグダレーナさん、貧しくとも清く正しくとある神父様に言われました。そうですね。貧しいということは罪じゃないんですよ、皆さんね。貧しいというのは罪じゃないんです。貧しいというのは、この世はですね、この世は何でもお店行って無料じゃないじゃないですか。コンビニ行ってですね、持ってきたら万引きになっちゃいますからね、お金払わなきゃいけない。そういう意味ではね、その、欲しいものが手に入らない社会です。この世界は罪の世界ですから、無料、もし皆さんがデパート行ったりコンビニ行ってですね、スーパーマーケット行って無料だったら皆さん幸せだと思いませんか、幸せだと思いませんか。まあこの地上でそういうことができるかどうかちょっと分かりませんが、でも、そういうね、無料のお店っていうのがその、なんて言うんでしょうかね、ありえるかもしれませんね。
あり得るかもしれません。まあどうしたらいいかは分かりませんが、そういうシステムをですね、誰か考えて、無料のお店を考えたらいかがでしょうかね。そしてですね、つまり私たちは、ね、この地上では、ね、意味が違いますがお金がなくて困ってる人がたくさんいるわけですね。まあ貧しいっていうのはある意味ではお金がなくて困ってるということです。でもそれは結局のところ、ね、お金がなくて困ってるということは結局、まあ、多くの人たちが、まあ、その何でしょうかね、助け合っていない、愛し合ってないということの結果ではないでしょうか。つまり貧困の、本質は何かというと、貧困の本質は助け合ってない、愛し合ってないということの結果貧しいのではないでしょうか。天国ではですね、まあもう無料でどうぞ、無料で持ってってくださいということですから、まあ愛し合っている、助け合っているということで天国では、ね、まあ貧しいことがないということですよね。天国ではみんなが豊か、皆さん、使徒行伝を見るとね、その初代教会の話が出てるんです。今から2000年前の話です。その初代教会ではですね、そのクリスチャンがみんな、自分のものをですね、持ち物を共有してたというんですね。共有、つまりその必要な人にね、自分のものを使っていいよと、ね、お互いに共有してた。まさに天国的だと思いませんか。つまり初代教会というのは、その教会の中は天国のようなあり方なんだということですね。あゆみさん、お金の価値は自分のしたいことや生活の幅を押し広げてくれることだから大事にしないと。それでですね、それで、まあ初代教会、教会っていうのはですね、まあ今もそうですよ。今も教会は助け合ってるんです。お互いにですね、必要に応じて、なんか自分の持ち物をあげたり、貸したりしてですね、教会っていうのはそういうですね、本当にこの必要に応じて助け合ってるのが教会です。だから教会っていうのはある意味では、その天国の地上版ということになるでしょうか。完全ではないし、まあ小さな、世界です、ね、教会は、特に日本は小さな世界ですけど、その天国の在り方を実行してお互いに助け合っている、またですね、日本ではね、家族がなんて、もう家族主義がなくなってきてるかもしれません。まあ、家族というのはそもそも、まあ、助け合うというのが、普通です、ね、今は家族は助け合わない家族になってるかもしれませんが、本来は家族は助け合うわけです。ですから家族もある意味では神様が教えている天国の在り方、家族を通して多くの人は助け合ったり愛し合うということを覚えるわけですね。でも今家族が崩壊して、なかなかですね、助け合うことができなくて、むしろ家族で傷つけ合っているという現状があります。しかし教会ではですね、教会ではイエス様の教えを守って、お互いに助け合う、それが教会の在り方です。
ですから、私たちは天国を知るときに、ああそうなんだ、天国ではそういうふうにお金がなくて何でも無料で、欲しいものがね自由に手に入るんだ、そういう世界なんだ。そして、助け合って与え合って、そのそうですね、そういうお金はいらない世界、お金がいらない世界があるんだ、この地上でも、その何でしょうかね、必要なものを買うためのお金というものが、ね、本来はないような世界、つまりその何でしょうかね、人を助けるためのお金という意味ではそれは、有用かもしれません。でも何かお金がないから買えないとか、お金がないからできないとか、それは、本来的ではない、本来的ではないというふうに考えます。ですから皆さん、私たちは、その愛し合うために、人を助けるために、お金を使うんだ、そういうことが神様の御心なんだ。私たちは考え方を変えなければなりませんね。天国ではお金がないということをぜひ皆さん知ってください。天国でお金がないというのは一体どういうことなのか、私たちはその、お金に縛られているこの世では、まあある意味では罪によってと言ったらいいでしょうか、罪によって悪魔によって、お金がないと、ね、要するに何て言ったらいいんでしょうかね、お金で縛られるというか、サタンがお金で私たちを縛っている、その私たちがお金に縛られて苦しんでいる、お金に縛られて苦しんでいる世界だとも言えるわけです。だからこそ私たちはそういうサタンの縛り、お金によるサタンの縛りを、私たちはそれを人々を解放してあげなければいけないということですね。解放してあげなければいけないということです。隣さん、イエス様を頭に神の家族が輪を広げていけたらと思います。そうですね、私たちは、まあ、神の家族という言葉があります。教会は神の家であり、クリスチャンは神の家族と考えます。ですから家族が愛し合うのは当然、助け合うのは当然、家族の中で、皆さん家族の中であんまり、ね、お金のやり取りっていうのは少ないと思います。お母さんが子供たちに食事を与えるときにお金を取らないし、ね、お父さんが、その子供、家族にですね何かお金を要求したりしません。私たちは、お金なしで愛し合う、まあ、それが家族ですが、天国では神の家族ですね。あゆみさん、天国は物々交換、いや物々交換じゃないんです。あゆみさん、天国では 無料なんですね。何でも無料です、何でも無料です。池松さん、おはようございます。はい、それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、天国にお金がないということを知った、私たちは、お金云々ではないんだ、私たちは、そのお金で制限することではなく、むしろ、助け合って愛し合って、助け合って愛し合って、ね、お金を要求するようなことではなく、むしろ、金銭に無欲という言葉がありますが、金銭に無欲にならなければいけないんだ、金銭に無欲にならなければいけないんだ、お金ではないんだということが分かってきた証、人間にとって大事なのはお金ではないんだ、お金に対する欲、お金に対する欲ではなく、人を愛し人を助けるということが大事だということが分かってきた証、スタート、スタート。
スタート。レンさん、おはようございます。おいら無職だけど天国ポイントを貯めている。アメン。お金よりイエス様を大事にしたいです。アメン。ネイマールのような人格者になりたい。白龍さん、ずっとお金があれば何とかなると思ってましたが、違うんだと気づきました。アメン。アメン。隣さん、お金の価値基準ではなく、イエス様の愛の基準で生きていく大切さを知りました。アメン。ちょっと雨が降ってきましたね。雨が降ってきました。マグダレーナさん、先進国に生まれたクリスチャンとして途上国の教会を助けてあげたい。アメン。ウガンダ、ペナン、タンザニアなどのアフリカの国の司祭や牧師が祝福されますよ。天国に行けるならニートでもいいんだと分かりました。アメン。ユウさん、イエス様のような愛で人の助けになりたいです。イエス様のような愛で人を助けたい。あゆみさん、人は誰かを愛すると何でもするけど、例えば知らずに誰かを傷つけたり、誰も傷つけないと恋愛って可能なんですか？恋愛はいけないんです、あゆみさん。恋愛は偶像崇拝で良くないんです。もうかさん、私も天国に行けるよう目を覚まして、神の愛で人を愛したいです。目を覚まして神の愛で人を愛したい。アメン。前科者でもイエス様は許してくれますか？もちろんですよ。もちろんです。かっちゃん、ハレリア。私も若い頃たくさん悪いことをしてきました。
それでもヤクザな道を踏まずに済みました。アメン。大島さん、借金ありますけど人生明るく生きれますか？生きれますよ。借金で、悩むことはありません。借金は悪魔が人を苦しめる手段で脅しなんです。でも借金があっても、悩む必要はないのです。もちろん借金があれば苦しいと思いますが、でもイエス様を信じてイエス様に祈ってください。借金で悩むことはありません。文雄さん、どこまでやったら神は許してくれないの？信仰がなければ許してくれないんですね。信仰がなければ許してくれません。隣さん、愛を持って接すればみんなが幸せになることを知りました。アメン。愛を持って接すればみんなが幸せになることを知りました。アメン、アメン。祈るだけで返済できないのでは？いえいえ、神様に不可能はありません。神様に不可能はありません。台風はサタンの仕業ですか？両面言えますね。両面言えます。サタンの仕業でもあるし、神様の何かご計画もあります。半助さん、イエス様は、その偶像崇拝を祝福しません、イエス様は偶像崇拝を祝福しません。トドロキさん、信仰がないとダメ。そうですよ。信仰がないと天国に行けません、信仰がなければ天国に行けません。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。まあ、お金とは何かというね、最近新しいお金に対する考え方が出てきました、お金は単なる情報だと。お金は単なる情報だという考え方が出てきています。お金というのは結局何かですね、何かしたから、してくださいみたいなね、つまり何かこの自分の行為をですね担保にするような、自分のしたことをこう記録するようなことです。お金というのは結局は借りたら返すというものです。しかしイエス様の教えは違うんですね。イエス様の教えは、この愛すること、愛することをしなさいということですね。何かしたからしてくださいとかね。要するに、何でしょうか。見返りですね。見返りを求めない愛。見返りを求めないことが本当の愛だよということですね。つまり見返りを求めるということが、まあ一種のお金の本質ですね。お金の本質というのは何かするからしてくださいみたいな、
見返りが結局お金なんです。だからお金が欲しいっていうのは結局その見返りをたくさんしてもらうみたいな、そういうことなんです。でも結局お金の本質は、罪であり、お金の本質は自我だということですね。つまり相手のためじゃなくて自分のために見返りを貯めていくような、だから、この地上にお金を貯めてはいけない、この地上に宝を貯めてはいけないというのは、お金が多いということは結局なんて言うんでしょうかね、相手を愛するのではなく、自分を愛してくれみたいな自分を愛してくれみたいな、そういう多くの人がそのお金が欲しいというのは結局自己愛だということですね。お金の本質は自己愛と言ってもいいでしょう。しかし神の愛は違うんですね。神の愛は人を助ける、人を愛する、相手のため、それが神の愛です。お金は自己愛だということですね。お金の本質は見返りなんだということですね。はい、それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、あ、天国ではお金がないんだ。天国ではお金はないんだ。この地上でお金で苦しんでるのは、この地上でお金で苦しんでるのは結局自己愛で苦しんでるんだ。お互いに愛し合わないで、お互いに要求し、お互いに苦しめているのがお金なんだ。お互いに苦しめているのがお金なんだ。お金の本質は自己愛なんだ。お金の本質は罪なんだということが分かった。もうそういうお金から解放されたい。お金の苦しみ、お金の束縛から解放されたい。もっと自由な天国のような生き方をしたい。天国のような考え方をしたい人、アメンと言ってください。イエス様を信じて、神の愛で生きていこうと、あゆみさん、この間浮気したから殴りました。殴ったことを後悔したから謝ったけど、相手の上からの目線の態度に腹が立って別れました。私悪くないよね。別れてよかったですね。もうあゆみさん、結婚までは準拠で保ってくださいね。もう恋愛をしないでください。清く正しく生きてください。もう恋愛は、ね、それは、ね、偶像崇拝ですね。お金が紙切れになればいいやと思った。本来お金は紙切れですね。お金は紙切れです。相手を縛る紙切れですね。借金証書みたいなもんですからね。お金は借金証書みたい。イエス様もおっしゃいました、聖書に書いてありますね、借金証書は十字架に釘付けになった。借金証書は、十字架で釘付けになったと書いてあります。つまり私たちはイエス様を信じると借金証書がなくなるんですね。借金証書がなくなります。天の父様、感謝します。私たちは、悪魔に縛られてました。お金に縛られてました。しかしその束縛から解放してくれるのはイエス様です。イエス様がこの地上に来てくれたのは借金を返済してくださるためです。どうぞイエス様、私たちの霊的な借金、また物理的な借金も解放してください。悪魔の束縛、お金の束縛、欲の束縛から解放してください、私たちを解放してください。金銭に無欲になり、喜んで人を愛する愛、喜んで人を助ける、そのような寛容な心をください。天国のような在り方でこの地上を生きることができますように。今アーメンと言った方々がイエス様を信じて解放されますように、お金から解放されますように、いろんな欲から解放されますように、金銭に無欲になりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。
アーメン。はい、ありがとうございました。はい、今日は、面白い学びができたと思います。天国にお金がありません。素晴らしい。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を送ってください。ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。